ました。マイドジャーニー、今回はスタジオを飛び出してここ東京の帝国劇場に来ております。よいしょいやでもね、なんかこのいつもと違ってこのフレッシュ5人と僕ら2人っていうメンバーですけど、はい、これはなんかやるんですか今回。今日はね、ここのワッフルを食レポしてる。絶対違う。ワッフルの食レポしてる。お願いします。ちゃうねん、ちゃうねん。おいしい聞いたんで。おいしいけど違うでしょ。今回はジャニーズのね、はい、人気者たちがね集結している舞台、ジャニーズキング&プリンスアイランドをね、はい、特集したいと思ってます。おお、いいですね。したかったということで、今回はムロ君もリトル関西もぜひ見に来たかったという舞台、ジャニーズキング&プリンスアイランドを大特集。ジャニーズの集大成ともいえるきらびやかかつ迫力満点のステージを存分にお届けします。そんな今回のテーマは仲間。リスペクトすべき東京の素敵な仲間たちと交流することで、グループを結成したばかりのリトル関西はどんな影響を受けるのでしょうか。まずは意気込みを聞いていきたいなと思います。いいですね、はい、じゃあ小太郎からお願いします。岡田小太郎です。はい、東京のジュニアと関わるの初めてなんで、連絡先とかゲットできたらなと思います。ニーハー何しに来たよ、お前。誰一番欲しい連絡先。誰？金指一世君。ああ、なんか仲いいね。一世君。まあぼちぼち。ぼちぼち。まあぼちぼちがちょうどいいよね。ぼちぼち。次にしむ。はい、西武です。そうですね。せっかく東京に来たからには、フレッシュに元気よく頑張ってね、こう東京で何かを吸収して関西に持ち帰れたらなと思います。はい。元気よく行こうみんな。はい。はい、次。はい、島崎とわです。よろしくお願いします。はい、とわ。初めての東京でのマイジャニなんで、楽しく元気いっぱい頑張れたらなと思います。はい、お願い。はい、ネクスト。はい、どうも、大西優雅です。はい、いろいろボケれるように。まあ、ムロがいんのはちょっとしんどいですけど。いや、ムロ言うな、お前。だから一人挟みましたね。そうそうそう、安全地帯、ね、安全地帯。じゃあ今日もいいコンビネーションでね、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、マルクです。はい、東京でお仕事することが初めてなんで。初？はい。ほうほう、なんか新鮮な感じですけど、いつも通り頑張ってたらいいなと思います。お願いします。じゃあ最後お願いします。どうも、ムロ隆太です。かわいい。フレッシュに頑張りたいと思います。よっしゃー。かわいい。無理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 やね。一番可愛かったと思うよ。ちょっとカメラ見て。何？ちょっと老けたよね。老けてないわ。老けてない。仕事疲れてる。髪が黒いから。なるほどね。髪が黒いから。今日もたくさんツッコミよろしくお願いします。お願いします。君たち、はいはい、6人にはね。5人。6人俺も入るのこれ。入ります。初めてでしょ今日。まあ初めてですけど、まあ5人、はい、グループ運営をつきましたよ。お、はい、リトル関西ね、はい、リトル関西、東京のねみんなに負けないようにね、うん、頑張ってほしいんですけども、うん、最強のグループになれるようにね、先輩や同世代のグループに聞きたいことがあればガンガン聞いて、今日はレベルアップしてください。はい、はい、それではマイドジャーニースタート。始まるよ。イエイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。落ちちゃうよ。待って、危ない危ない、どうしよう。フランスベッドのプロウォールはマットレスの周囲を特殊ウレタンでがっちりガード。寝返りしても落ちそうにならないから、マットレスの有効面積が大幅にアップ。並べて使ってもつなぎ目の沈み込みが気になりません。足まで広々、快適睡眠、安心。落ちにくいマットレスはプロボール。ぜひ体感してみてください。フランスベッド。 The Power of Dreams N for 安心。 Nbox の先進技術、車線からはみ出さないようにしてくれるだけではなく、車が車線のちょうどいい位置を走ってくれたり、前の車のペースに合わせて走ってくれる技術で、運転にもっと安心と快適を。みんなに選ばれ続けて2年連続日本の車でナンバーワン、 Nbox。 今回のマイドジャーニーは昨年の12月6日からおよそ2ヶ月間東京の帝国劇場で行われていた舞台、ジャニーズキング&プリンスアイランド特集をお届けします。
座長を務めるのはデビューシングルシンデレラガールが発売1週目でおよそ58万枚を売り上げ、その年の NHK 紅白歌合戦にも初出場を果たした次世代の国民的アイドル候補、キング&プリンス。その他にも YouTube アーティストプロモキャンペーンに起用され、初のミュージックビデオが2日足らずで再生回数100万回を超えるなど、今話題を集めるグループ SixTONES。 キレッキレダンスで見るものを虜にする TravisJapan。 ローラースケートでの圧巻のパフォーマンスは必見。個性派ばかりの HiHiJets。 その名のごとく美少年揃いの男前集団美少年。ダンス、楽器、盾までこなすエンターテインメント集団セブンメンサムライ。さらに歌って踊れる次世代のスター候補五忍者などの人気グループをはじめ、総勢およそ80名の仲間たちが輝かしい舞台で日々切磋琢磨しています。そんな素敵な姿を見て刺激を受けたリトル関西。今回はそんな5人と世代の近いグループの皆さんとトークで盛り上がります。まず最初にやってきてくれたのはジャニーズキング&プリンスアイランド出演者とトーク、来てくれたのは美少年の皆さんです。美少年、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 美少年です。美少年、そのまま当てる、当てる、あるんですけど、美少年です。当てるよ。美少年。アクセント。美少年。最近でまたセクシーを抜けましたからね。そうだね。あ、すごい忙しいグループ。美少年。今日もね、美しいトークをよろしくお願いします。最初のゲストは平均年齢 16.5 歳の名前通り美形な少年たちが勢ぞろい、美少年の6人。そんな美少年のことをもっと知るために、まずは一人ずつ名前、年齢、ジュニア歴、憧れの先輩、長所、特技の順で自己紹介してもらいます。はい、美少年の浮所飛貴です。ジュニア歴は今年3年目になります。憧れの先輩は、セクシーゾーンの中島健人くんです。そして自分の長所は常に元気で明るいことです。落ち込むことはないですね。ないよ、はい、絶対ない、絶対ないです。見たことない、落ち込むこと、はい、ないです。もう確かにないですね。ずっと元気です。優雅、はい、優雅です。男前な。いやいやいや、そんなことないです。いやいやいや、今浮き証拠言ってるから。今な、すいません、浮き証拠、浮き証拠、はい、落ち込まないですね、こういう時も。長所はアクロバットですね。すごいもん、はい。だ、急にできたよね。なんか前からできてた。いや、あの、自分で練習してほぼ独学でやりました。すごい。え、何でやるの？僕はもうマットです。あ、これは。いや、別にいいやろ。安全面、安全面だから。続いていきましょうか。はい、金指一世です。はい、年齢は14歳です。はい、ジュニア歴は、3年目です。憧れの先輩は、嵐の松本潤くんです。自分の長所は、まあ、負けず嫌いです。はい、なんかできないこととかあったらすぐ練習とかするようにしてます。特技は、ローラースケートとギターです。はい、多彩。すごい。ギターは結構何年もやってる。そうですね、小学校の時にちょっとやってて一回空いちゃったんですけど、最近またやってますね、ギター。へー、少年最近楽器やってますもんね。そうなんですよ。チェックしてよ、チェックしてよ、チェックしてよ。日作からちょくちょくメール来るんです、僕たち。結構いい、メールなんですよ。そうです。あ、そう。ショークラも毎日週チェックしてます。いやー、美少年さん、美少年さん、やらせやらせ。どんどん行きましょう。はい、佐藤龍也です。年齢は16歳です。ジュニア歴は3年で、憧れの先輩は嵐の相葉くんです。長所はエクボですね。あ、ちょっと、あ、そっちか。あ、いい。あ、すげえ。そうなんですよ。絶対見ちゃうからエクボ見えないけどな、俺は。いいよ、かわいいよ。ちょ、オンリーもらおうか、エクボの。あはは、それは個人的に楽しみやすい。特技は足上げ。足上げ、足めっちゃ長い。それはちょっと見てみたいな。
西村くんも羨むスタイル抜群の佐藤龍我くんに特技の足上げを披露してもらいます。いきますよ。いいよ。おお、高い。バケモンやな。ちょっと待って待って、こっちも足上げできる人いるでしょ。えあれダンスやってるよみんな。いやほら、いけいけ、自信あるよって人、足上げいけよ。おルークいけ。ルーク、まあもう天井つくもんな多分。ロックダンスが得意なトーマくんが負けじと足上げに挑戦。見事成功するのでしょうか。じゃあまずリュウガくんからお願いします。はい、いい。そしていけ。ひっくり。足伸びて。ひどいかお前は。大丈夫大丈夫。いやいや、お前一番若いぞ。マックスで。マックスちゃうね。ただ無理はあかん、無理はあかん。関西はゆっくりやっていこう。ルーカありがとう。すごいね。じゃあ続いていきましょう。はい、ナスユートです。17歳です。でジュニア歴は3年目です。で憧れの先輩は桜井翔くんと菊池風磨くんです。で自分の長所は、まあ、早寝早起きがすごいできることで、特技は、まあ、勉強と野球とあと髪の毛のセットも得意です。自分になってるんですか。はい、自分でくる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 髪の毛のセットね。言うならしてるよね。あ、僕もメンボールやってるんですよ。メンボール、メンバーメンバー、何メンボール。メンボール今日はメイクさんですけど、ね、普段のこの松竹座のコンサートとかはやってます、うん、みんな。すごい、すごい。え、みんなそれぞれ違うの？その違います違います。まあそうです、いつものって言われます。風雅に、風雅が専門っす、毎日毎日。へぇー、頼んでますね。それちょっと似てるとこがあるよね。そうです。へぇ、そうなの。憧れてる先輩が桜井翔くんと。あ、じゃあジャンル違うけど、それはまたそうですね。まあ、学校会一緒ですから。まあ、先輩たちはちゃんとあの公式でやってるから。あ、でも中学校出てます。中学校は卒業した。バカ野郎。那須君かっこいいよね。いや、ありがとうございます。かわいいにかっこいい、素晴らしいグループでございます。ありがとうございます。面白いですよ。嬉しいです。どんどん行きましょう。はい、藤井直樹です。年齢は18歳です。ジュニア歴は1月23日で4年目に卒業します。はい、憧れの先輩が、平成ジャンプの山田くん と、高橋海人くん、うん、で、自分の長所と特技は同じ感じで、長所は、いつでもアイドル、いつでもアイドル、うん、で特技が右目でも左目でもウィンクができるですね。え、あ、なるほどね。え、ちょっとじゃあこれをもらおう。ムロくんのリクエストに応えていただき、藤井直樹くんにカメラ目線でアイドルらしいウィンクを決めてもらいます。はい、アイドルやね。じゃあ次もう一回1、2やって、次、はい、ムロ龍太に。あ、了解です。はい、行きましょう。俺ウケてどうしたらいいの。ファンの気持ちやんか。いや、あ、カメラの人がファンの気持ちになってるやん。うるさい。誰がうるさい。バカ野郎がこいつ。それを頼みますよ。はい、1、2、3、はい、これでラスト。はい、行きます。せーの、1、2、3。どうすか。ほら、食らってますね。いやいやいや、いいよ、すごいアイドルで可愛かったよ。可愛かったけど、俺はどういう気持ちでいくんだよ。いや、だから付き合いたくなったでしょ。いや、ほんまにあの女の子やったらキュンとしたんちゃうか。どう、リュータ君タイプ。いや、ちょっとごめんなさい。なんで俺振られてんねん。ごめん、今回の縁談はなしということで。縁談してないよ、別に。やりますか、ちょっと、はい。じゃあ最後行きましょうかね。うん、はい。はい、岩崎大将です。はい、16歳です。若い。16歳です。若い。あ、じゃあもう若いじゃないよ。若いって言ってたけど、もう若いに聞こえてた。お前今めっちゃ怖い先輩やん。今若い、若い。もう一人怖いわ。怖かったな今、ちょっと怖かったよな。ではその問題のシーンを別カメラでもう一度。はい、岩崎大将です。はい、16歳です。若い。16歳です。若い。あ、じゃあもう若いじゃないよ。若い。あ、若い。あ、ちなみに僕は向井です。聞いてないです。僕は向井。聞いてない。ごめんな、ごめん、俺のイントネーション
悪かった。絶対怖かったね。じゃあ最初からお願いします。岩崎大将です。16歳です。ほらドラマやってるやん。どうすんの。ごめんごめん、今のなしだよ。岩崎大将です。16歳です。ジュニア歴は4年目です。憧れの先輩は木村拓哉さんと二宮君です。自分の長所は楽しいことです。楽しい。何でも楽しいですよね。で、まあ、特技はもう耳動かすんですよ。耳動かす。じゃあちょっとカメラに、じゃあ耳動かしまで3、2、1、どうぞ。え、待って待って、え、あ、でも動いてるけど首も動いてない。これ首と頭皮も一緒に動いちゃうんですよ。あ、でも分かる分かる。ピッピッ。あ、すごい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 。それはすごい。ここ本当にそれがいい、それがいい。こっちの方がいいっすね。うん、カツラ動かしにしよう。カツラ、カツラじゃないし。カツラ、すごいの。頭動かし、頭動かし。そういう個性はマイジャニ大好きだから。本当ですか。ありがとうございます。そういうシュールなやつないの、こっちは。あるよ、あるある、決まってるやん。ある、関西だよ。関西だね。あ、おぉ、あ、小太郎来た。いいよ。指パッチンできます。指パッチン。指パッチン。まだ一回見てみたい。そうですね。はい、見てみたいです。なんで出てきたの。なあ、勇気は認める。勇気は認めるけど、もうこれ誰でもできるやん。全部ファウルやったで今。なんならボールに当たってなかったで。ほんで、なってなかったし。最近爽快感が。だったらノコギリヤシ、しかも八幡のノコギリヤシですよ。フロリダに自生しているノコギリヤシにこだわって使ってるところがいいんです。生活に勢いが。それも八幡のノコギリヤシ、一粒にノコギリヤシエキス 100% っていうところもいいんです。ノコギリヤシはね、それ話題にはなってるとよ、あれもできるこれもできるっていうような意欲が湧いてきますからね。ガッツポーズじゃないですけど。値段は安い方が。だから八幡のノコギリヤシです。1ヶ月分2160円。安いところもいいでしょ。1袋2160円が3000円出すと3袋買えちゃうんです。ということは半額以下。ただし、ただいまご覧の先着100名限定。お申し込みは0120-443322 番、今月末まで。お買い得。いや、わた舞台ジャニーズキング&プリンスアイランドの出演者とトーク。最初のゲスト、美少年の皆さんに今回のテーマ仲間について伺います。はい、質問ある人。やっぱ美少年ってめっちゃ個性がすごいバラバラなんですけど、うん、でもそんな6人が仲良くなるという秘訣は何ですか。いいね。気になるでしょうね。仲間についての質問ですからね。なんかでもいつも楽屋とかで本当わちゃわちゃしてて、もうなんだろう、何でも心許せてるっていうか、仮もなんかまあスプレーとかちょっと貸してとか、まあ、そういう貸し借りも全然怒らない。なんか喧嘩したりしないし。それって喧嘩がない。そうですね。喧嘩するこっちは。しないですね。割と一方的。そこはしとけ。した方が盛り上がる。喧嘩。なんか言い合い、なんかこの曲でこうした方がいいんちゃうみたいな。意見は言います結構。そういうの欲しいのよ。そういうの。意見は言います。おう。で、どっからどうなる。そう、意見言って、意見言って片方が沈む、うん、なるほど。沈むなんかもう風が絶対折れないよね。風が、怖い怖い怖い。怒ってる、怒ってる。かわいい、行こうよ。そうやで。俺はちょっと好きじゃない。何歳やばいこれ。俺は14です。で16です。年上やぞ。いや、年とか関係ない。なんで、なんで、そうでしょ。違う、あれですか。4年目っす。何年目？3年目ね。俺の方が先輩っす。それだけやけど、年齢は上やから。いや、分かるよ。今日のトークでまたな、変わるかもしれない。そう、変わるかも。そうそうそう。美少年は好きなんですよ。おお、いや、嬉しい。俺、気象以外。ちょっと待って、俺、なんかしゃ、なんかしゃくつかさない。つかさない。ああ、そうですね。いや、そういうこと言ったら、思んなかった。言って言わないとだって。はい、はい、いいいい。だからこれからな、分からんから変わっていいかもしれんから、変わるか。はい、確かに。質問ラストラスト。はい、はい、おとは、美少年の中で一番仲間思いな人。仲間思い、ね、おいいね。仲間思いやからね、トークが。じゃあ仲間思いやと思う人手挙げましょう。
手挙げてほしいです。目つぶってね。目つぶって。はい。ほら見とくからね。僕が一番仲間重い、一番重いと思う人手挙げてください。じゃあ下ろしてください。はい。下ろしてください。はい、開けてください。さすがに自分で上げるやつ。まさか。まあまあ結果は自分たちで番組を見て一緒に。そうやね。そうやね。そうやね。